鳥ハムの調理例長は、無とはハム状の食感を持つ鶏肉料理。鶏胸肉を使い、燻製の手順を踏まないなど、一般的なハムとは材料や調理法が大きく異なる。2チャンネルの利用者により考案された。食感は名前通りハムによく似ている。良質なタンパク質が多く含まれており、皮を取るとさらに低脂肪である。 鶏肉の中でも安い胸肉をいかに美味しく食べるかを目的に実験を重ね工夫されたものであり、材料費が安いことも特徴である。2001年4月3日ににチャンネルの料理番内のスレッド鶏肉胸 VS 桃の中において、考案者がレシピの書き込みを行った。当初はイハム表記が大勢であったが、同年5月30日に独立した鶏ハムスレッドが作成され、 トリハム表記がこの時に初登場し、徐々にこの表記が主流となっていった。これらの要因から2チャンネル発祥の料理としてインターネット上に派生、一般化していった。2001年7月18日、クックパッドにおいてユーザーが馬2ちゃんのトリハムとしてレシピを紹介。2002年3月29日にオールアバウトの料理の ABC における記事、掲示板ではない。 リハムの作り方、レシピにて、ガイドによって、多少改変されたレシピが掲載された。2003年5月22日、Yahoo BB マガジン2003年7月号、ホットトピックスオンラインにおいて特集が組まれて、レシピが紹介された。2004年4月には、オールアバウト、料理の ABC のガイドが炊飯器を使用した、調理法を考案。2006年4月3日放送の、 花丸マーケットのコーナー、特丸にて、簡単な歴史や多少改変されたレシピが紹介された。出演者に大好評であり、放送後視聴者の反響が非常に大きかったこともあって、同年8月16日放送、知って特丸、グランプリ、知って得する美味しさアップ実部門の最優秀作品となる。各最優秀作品の中から出演者が選ぶ、知って、 徳丸大賞にも圧倒的高評価で選ばれ最優秀作品と大賞の2巻に輝いた。これ以降も花丸マーケットで何度か紹介されている。2009年9月20日放送の JA 全農プレゼンツ田中雄介の食卓応援隊にてゲスト出演したフードスタイリストのマロンが多少改変したレシピを紹介した。2010年代に入ってからは 下記のように個人によって大幅にアレンジしたレシピも出てきており紹介されている。2010年4月18日放送の A ライフにて蜂蜜料理研究家がアレンジしたレシピを紹介。同年12月7日放送の今日の料理にて脇屋裕二が大幅にアレンジしたレシピを紹介。同年12月27日放送のポンナイコーナー今すぐ真レシピ。 簡単すぎて、ごめんね、ごめんね、にて、浜内ちなみが大幅にアレンジしたレシピを紹介。2011年3月8日放送の、アップアップにて、大幅にアレンジしたレシピを紹介。2012年1月24日、ハテナブックマークニュースネタリカの記事、タモリリューレミレシピも、リーズナブルな鶏胸肉を美味しく食べようにて、 にチャンネル発祥の人気レシピとして紹介した。当初のレシピは、鶏の胸肉に、塩、胡椒などをすり込み、ジッパー付き食品保存袋に入れて、空気を抜き、冷蔵庫で2日間ほど保存した後15分ほど茹でる、というもの。レシピ登場から十数年経過後においても、基本レシピに変化はないが、個々のアイデアによって様々な工夫やバリエーションが、生み出されている。ありがとうございます。